っててね、ラベルになりたいじゃないか。ラベルになりたい。こんにちは、お世話になってます加藤さん。声がちっちゃくなってるわ。ヤマーマン。今回もオールテックレディ2021の4人が集まりました。矢部美穂ちゃん、はい、よろしくお願いします。そして生田ちむちゃん、はい、よろしくお願いします。そして藤本まゆちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。レースは違えど、はい、オールテックさんで、うん、こうレースクイーンをやらせてもらっている中で、うん、SNS もみんなつながってるじゃん。 そうですね、そしたらさ、この間ちむちゃんのツイッターを見ていたら、うん、オールテックのラベルのワインが出ました。そう、そうなんですよ。実は最近ワインのかなでさんから私たちのラベルの、はい、ワインが出まして。いや、何宣伝してんの。それ一応レースクイーン、オールテックレディ。でも私たちもレースクイーンなわけじゃないですか、うん、私たちの分はなんでないのかなとか。ちなみにこれ誰からお話をいただいたんですか。担当の加藤さんという方から。そこでもしもですよ、はいはいはい、私たち、すいません、加藤さんから大原さん、矢部さん、あのワインのラベルで2人のコスチュームで出したいと思うんですけど、はい、いいですか、うん、あ、事務所確認します、うん、あ、OK でした、うん、ありがとうございます。あ、すいません、え、ちむちゃんとまゆちゃんなら出さないんですかって聞くと思うんですよ。そこは聞いてくれます。なんか大人の事情とか。ないよ。出したいよね。ね、せっかくレースくんやっててね、ラベルになりたいじゃないか。ラベルになりたい。なかなかこういう機会ないから。風になりたいぐらいね。ね、ラベルになりたいよね。よね、だって写真はさ、私たちのやつさ、ちゃんと撮ってるじゃない。そう。だからいい写真は何枚もあるんですよ。あるんですよ。いや、今回そのね、あの今話をしているワインを、あのちむちゃんバージョン、はい、それからまゆちゃんバージョンとツーショットバージョン、そう、ね、持ってきてくれたっていうことなんで、はい、見せてもらいたいんですけど。実物見るの私初めて。まず本人の。おー、かわいい。すごい。でもほら、どうよこれちむちゃん。いや、かわいい、うん、やっぱアイドルっぽいよね。ね、で、あ、いいね、うゆしい。おー、かっこいい。あー、かっこいい。これいいね。ありがとうございます。きれいきれい。で、二人バージョン。で、これ二人でちゃんと合成なしで撮ってます。ありがとうございます。ちょっとさ、いや、私本気で、はい、まあもうオールテックさんからしたら、はい、売れるわけないだろうって思うかもしれないんだけど、私はこう考えた。年齢的に私たちの時代のこうファンというか、はい、知ってくれている人たちの方がもっと年齢上だからね。年齢上だから余裕があって、うん、そうですね、ワインとかも好む年齢の方が多いかなという部分では売れてくれるんじゃないかというか。出るってことは絶対に。やりたいなと思ってんだけど、これって誰に言えばいいのかなじゃないよ。先ほど、はい、ワインの担当の加藤さんって言いましたけど、うんうん、皆さん加藤さん知ってます？加藤さん知ってる、知ってる、知ってる。電話してみる。これみもちゃん電話できる？できます。とりあえず私とりあえず電話してみよう。こういうの初めてです。じゃあちょっと鳴らしますね、うん、いや忙しい。どうだろうか、6時過ぎ。出た。おしまーす。お疲れ様です。加藤さんですか？はい。今ちょっとお時間大丈夫ですか？あ、はいはい。あ、よかった。ちょっと、はい、加藤さんにご相談というかお話が、まあクレームなんですけど、はい、ちょっといいですか？隣に今、はい、大原かおりちゃんもいるんですけど、はい、こんにちは、お世話になってます加藤さん。ちっちゃくなってるわ。ちょっと今実は YouTube の撮影で美穂ちゃんと隣に生田ちむちゃんと藤本まゆちゃんいるんですけれども、今あのワインのかなでさんの方の赤ワインのボトルラベルを見ていたら、はい、困っちゃってる。な、何を伝えさせてもらおうか薄々気づいてくれましたか？まあまあ、もう、はい、想像はつきます。想像はつきます。ここからは美穂ちゃん、今ラベルを拝見したところ、ちむちゃんとまゆちゃんとツーショットの、ね、3パターンがあるんですよ。あります。私たちオールテックレディとして今年頑張らせていただいてるんですけども、矢部美穂と大原かおりがいないなと思って、まず何か問題そこら辺どう思う？どうお考えですか？そんなに有名な方に撮ってもらうのはその忍びないので、なかなかそれはちょっと頼みづらかったっていうのはあるんですけど、私たちの仲じゃないですかね。相談してください
ね。どうです？早い。やりますか？お願いします。わかりました。はい、何卒、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。社長お願いします。声で小さな何も言ってなさすぎて、うん、タチタチしてたね。そうですね。やばー。ねえねえ、私さ、一つ思うんだけど、ゲームしたいの。どっちかが売れるかゲーム。やんの？いやいやいや。やる先輩やるゲーム。どう思う？パンチラリー。パンチラリー。どこでパンチラリーするのよ。じゃあ、ここは仲良く。4人のラベルのものが何本以上売れないと自分たちで買い取らなきゃいけないとかどうですか、罰ゲームで、はい、罰ゲームはもう買い取んなきゃいけない。やっぱりさ、そのオールデックさんに作ってもらう以上こっちからもお願いをしているわけだから、数本じゃあさ向こうに在庫持たせちゃうわけでしょ。え、何本です？え、何本いけると思う？みょん先生にかかってるよね。本当にいけるお願いします。はい、20人ぐらいそれぞれファンはいるでしょ。ファンじゃなくてもはい、こう、はい、買ってくれる方は そしたら100は行こうよ。246で100ですか。なんで私が100一人で160で。いや何ですか。だから20だと頑張ってプラスにで100、うん、ただ、はい、期間があるじゃない、うん、だったら1ヶ月ガッと、うん、そっか1ヶ月が、うん、分かった。やばー。これさ、私さ、飲んでみたいんだけどさ。あ、飲む？グラスとかあるあるある、用意する。うん、乾杯。あ、カチャンしちゃいけないのね。あー、いい香り。いい香りね。めっちゃいい香り。めっちゃ美味しい。あ、飲みやすいね。え、どう？普段こうワイン飲み慣れてるお二人は。いや、すごく美味しくて、お肉と一緒に食べたい。食べたいんだ。お肉の食べたい。なんかすごい香りが、飲んだ後すごい少しスパイシーな、あー、キリッとじゃないけどスパイシーな香りがして、飲めちゃいますね。飲めちゃうね。うん、え、初めてこのワイン。このワインは初めてなんだけど、私ほらバーやべけやってるじゃない。やってる。でワイン出してるじゃない、うん、実はオリジナルのやべけラベルでワインの奏さんから出してるんですよ。嘘。言うの遅くなっちゃってごめんね。今気がつくの中に入ってなんか言うから。やばー。え、失礼しました。出してるのよ。え、嘘でしょ。ほら、何、ここ最近？ね、去年から出してます。じゃあこれより先？あ、全然先です。これも販売してんの？販売してる。味一緒？見て、一緒じゃない？カベネね、ブドウのなんとかは一緒だよね。じゃあ飲んだことあるじゃん、これ。やだ、一緒だ。じゃあ知ってるんじゃん、これ。だから美味しいね。飲みやすくて確かに飲んだことある味だなと思ったんですよ。後付けおばちゃん。やだ。いや、めっちゃ美味しいですから、皆さんこのワイン買ってください。ワインの話ね。